皆さんこんにちは、中川圭司です。8月の16日から、8月24日まで青山円形劇場の方で、舞台優しい12人の優しい殺し屋をやらせていただくことになりました。今回僕はこのチームホリプロのみんなで舞台に臨むんですけれども、先輩もいれば、もちろん大先輩もいますし、また自分より年の下の子もいて、なんか僕もそうやって今までずっと年下のことが多かったので、なんかこう間に挟まれる年齢になったのかなと思ってます。だからいい意味でこう自分のその間にいるっていう、年が真ん中だっていうところを大いに利用して、先輩たちにはどんどんぶつかっていきたいですし、また年の下の子たちには何かメッセージを伝えられたらなと思って、今回舞台に臨みたいと思っております。精一杯皆さんの心に響くようなお芝居をしたいと思いますので、ぜひ劇場に足を運んでください。お願いします。じゃあねー。